前からね、ちょっと香織ちゃんと愛さん、ね、そっか、こう初めてですか。そう、ちゃんとちゃんとお会いするのは、ちらちらっと、はい、ですからね、業界、ニセコで集合、はい、ね、素晴らしいですね、はい、うん、じゃあちょっと紹介も後ほどしますけれども、あのちょっとうちのスタッフにも今日手伝ってもらって、はい、昨日まあみんなに話してありますけどね、はいはい、スノーボードの、はい、まあちょっと操作というかちょっと安心感も得ながら、はい、今日はちょっとリフトに乗ったりだとか山も感じてもらえたらなっていう日を過ごしたいなと思ってます。よろしくお願いします。じゃあコウさん、ちょっとおはようございます。はい、じゃあパーダガンパイの小村さんです。あ、はい、よろしくお願いします。もう紹介すると、まあ、エリコさん、小林エリコさんです。はい、湘南店でお世話になってます。エリコさんと、まあ、大会で一緒に共にしてる、はい、吉川先輩です、はい、先輩です、はい、トッププロです。はい、あの浜瀬、はい、海斗です、はい、もうトッププロです、ショートも、はい、あと愛さん、香里ちゃんね。小村さんはうち の, あのゲレンデ の,、はい、あのクルージングっていうメニューだとか、はい、レッスンとか、はい、そういうことをで結構こう斜面を低速でしっかりと回し込むような、ーガーッ飛ばしたりとかじゃなくてね、そうっていうのをね、サーフィンとオーバーラップさせるようなことを昔から、はい、あのやって考えてやってるんで、今日ちょっと手伝ってみんなで過ごせたらいいなと思ってます。できるようになって帰ろう。そう一つね懸念してるのはレベル差が少しあるんですよ。まだ今日あの歌子さん今回初めて、昨日ね初めてでしたし、まあ、ひろかさんも2、3回目ですもんね。で、まあ、半瀬くんが4、5回目やったな、4回目で、2人はねもうかなりこうするって、いや全然じゃないよ、半端じゃないんで。だからそういうところもねちょっと最初一緒にしながらとか、もしくは朝すごくいい状況なんでちょっとこう一回滑ってからさっと行ってもらったりだとかちょっとしながらグループを分けたりくっついたり、まあこの場所パーダガンパイあるんでね、出たり入ったりしながら、はい、ね、あのしたいなと思ってます。よろしくお願いします。ちょっとね昨日の夕方に何本かセッティングしてここ歩いてね、バックサイドのこうデラパージサイドスリップですね、それをやった状態なんですけど、もうねちょっとこう滑れたらこうコンディションいいね、こういう緩斜面ではもうターンこうチュルチュルってできてたんで、もうねちょっと一足飛び、ここ上ですけれども、いきなり連続ターンの入り口、からちょっとやってみたいなと思ってます。ワンターンちゃんしっかりボトムを一回見て、一回、はい、一回そっちに進みつつすぐボトムでのバックサイドターンです。はい、そうです、そうです、そうそうそう、一回止まるぐらいになって、そっからそう、ナイスナイス。じゃあピロタンもちょっとやってみましょうか。でしっかり下を向いてノーズを落として、で行く方を見る、でボトム、そう、おー、ナイス、いいですね。リフトじゃ乗ったことありますか。いますよ。あ、ほんと、えいえい、やばい、埋もれてってじゃあリフト校舎のことをちょっと話したいと思います。ここね、いきなり立っちゃう人多いんですけれども、ちょっとそうしないでください。降り場が近づいたらそのバーを上げてからね、だからちょっとレギュラーの人の場合には右のねお尻に座っちゃうようにするといいですね。ちょっとこうやって傾けると板がまっすぐになるじゃないですか。その状態になってもう雪面に近づいたらもうまっすぐ立つだけにしてください。立つと今座ってたこのシートがね自分の後ろ足を押してくれるんで、ちょっとねじりじりとこう前に進んでスロープを降りていけるような形になります。なので決してね足出してこかない方がいいですよ。で前足に後ろ足を添える程度でお願いします。ちょっと安全にいけるからこれで無事に降りれそうです。頑張ります。進まないよ、ずっと立って、はい、そのまんま遠く見て遠く見て遠く見て、ナイス、イエーイ、さすがです。じゃあねちょっとこう先に進んで斜面始まるぐらいで履こう、この辺りで、ここでしっかりと下を見るね、で誘導、おお、あ、いいね、じゃあそのまんま行っちゃおう。
じゃあ入れ替わろうか、浜瀬くんが。イエイエイ。もうでも上も乗れそうだな。うん。だから怖いんだよ。もうちょっと前、もうちょっと前。よし、オッケー。クワッド初乗り。ヒロタン初乗りです。緊張します。あ、すごい。ちょっとアウターリーフに行っちゃいましょうか。掘れてないアウターリーフですからね、ここは。楽しいです。いいと思います。小村さんの波に乗る感じですよ。で、浜瀬くんね、今日後ろで乗ってもらって。で、かおりちゃん、愛ちゃん。で、ピロタン、繋がって。僕は後ろから見守りつつね、今日突然ね、一緒に住んでるケンちゃんも今いるんだけど、どこで行こうかなと、ところです。オッケー、じゃあついてってください。途中で僕前に入るよ。スライドでね、コントロールしてるんで、若干スピードはさっきよりも全然速いけれども、ちょっとやってみようかな。おいえー、いいじゃん。ひろたん、こっから僕の後ろ。ひろたん、僕の後ろね。イエーイ、みんなすげー。イエイエイ、小川さん、いいね、ラインが。ナイス、めっちゃうまい。イエーイ、ナイス。浜瀬くん、いいじゃん。褒められた。ナイス。ちょっとここからここをボトムターンしていくと、この要はこれが壁になってるんですよ。で、コースとレギュラーのでかい壁、コースとでかい壁っていう感じなんで、まあ軽くね、あのこのコース上でフロントサイドのボトムターンしてからの少しでも壁に行ってみましょう。みんなグワー上がるかもしれないけど、行ってください。じゃあピロタン行くよ。下の方から始めるよ。ゆっくりでいいよ。そう、ナイス。イエイエーイ、いったいった。なかなか上の壁は迫力あったでしょ。あったですよ。さすが。どうだろう、大丈夫かな。もう一本パウダーカンパニーかすめながらもう一本行く。お願いします。ね、立ち上がって、立ち上がって下見て、そう。
ちょっとパウダー行ってみるか。あ、じゃあ一緒に行こっか、うん、はい、ちょっと沢行ってみましょう。ナチュラルパイプ行きます。よし、まあ直線的にからね、本当は壁でこうスピードが緩むじゃないですか。じゃあここでターンして、また緩んだらここでターンして、緩んだらターンして、そう、イエー、ナイス。ここで一回立ち上がって、でここから入れる。そう。イエイイエイ。じゃあちょっと休憩しましょう。疲れた。疲れです。さすがです。いい感じ。フロントサイドの入り方もすごい良くなってきてる。なんか、うん、ね、安心してね。今カクンってなってたからね。あれが、うん、なくなったんで。いやさすがですよ。教え方が上手です。いい、本当に分かりやすいし、それだけ意識してたらなんかどんどんこう、つま先側に入るときがちょっとテールがカコーンってなってたから、ちょっと言ったらもうすぐできるし。へー、すごい。さすがです。じゃあ改めまして、おはようございます。2日目です。今日はね、昨日もだいぶもう滑れるようになったというか、クワッドも乗ったんで、今日はいきなりクワッド乗ってね、昨日の続きで小村さんとしたいと思います。ただ、もう LINE の話してたじゃないですか。さっきしたんだけど、はい、そういうのにうまくね、朝のいいコンディションで、小村さんの波に、で、僕の波にちょっと一緒に乗ってもらいたいなと思って、で、そこのところちょっと2人でね、切り替えながらやりたいと思います。最初に、はい、あの、浜瀬くんが、はい、あの、小村さんの後ろ、ちょっと滑ってもらうような形。で、ピロタンと、あの、僕とピロタンで、こう、行くっていうことをちょっとやりましょう。で、まあ、2本は連続してやった方がいいかなと思って、で、その状況でちょっとチェンジするとかして、まあ、予定は未定だけど、で、その中で最後ちょっとね、わーっと滑れればと。で、午前中のいい時間に集中して、ちょっとやりましょう。ありがとうございます。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、行ってきます。早い。ゲレンデが。すごい早いです。線が綺麗でね、今日は雪面もよく見えてるからいいと思うな。このピステンバーンでのね、ぐーっとこうエッジに乗ってエッジを掴んだ感じからのボトムターン、そしてその反発みたいなところ、そしてね、壁とかあるに行けたらいいなっていうのを今日実践してみたいと思います。イエーじゃあね、ピロタンと行きます。あ、いいコンディションだね。そうそうそう、ここね、じわーっとここでターンするよ。波が見えましたか。見えました。いいコンディションですね。すげえ速いけど。もうゲレンデコンディション最高です。まあ昨日のね、夕方から降った湿雪
なんだけど上の方はそこまで影響がないですね。若干パリパリしてるけど板が走って下もちょっとあのグルミが柔らかくてすっごいいいコンディションですね。はい、じゃあ行きましょう。はい、エッジでなるべく入ってね。よかった。エッジのフィーリングが昨日よりも感じられますよね。はい、もう圧倒的に違うから。じゃあ行くよ。ピロタン、ちょっと痛かった。大丈夫？ここで受けたんで。大丈夫か、はい、うん、今のは、登り切る前にやっぱ返しちゃったのね。そっか。そう。もう少し。怖いけど、はい、まあちょっとね、スピードが出てたからね、怖かったけど。と返しちゃった時にやっぱ今、つま先のエッジが引っかかって、まあ逆エッジっていうパターンだ。はい。うん、サーフィンにはあまりないけどね。そうです。もう一歩上がって、しっかりと踏める。はい。わかりました。はい、じゃあ行きますよ。イエーイ、ナイス。お疲れ。イエーイ。はい、こうね、朝はね、コンディションいいですね。ピステン、あの圧雪車で整備してあるんで、まあ、見えますよね。ああいう感じでね、いいんだけど、かなりやっぱり雪面早いし、で見ての通りこう早いしね、その中では難しい斜面です。ダイナミックね。じゃあ次ちょっとチェンジして、今度はねピロちゃんが小村さんという時が大会一緒にね、ストラインご紹介というか一緒に乗りたいと思います。第2ラウンドはね交代して、今度小村さんの波に両端、僕の波に浜瀬君という感じでね。よろしくお願いします。はい、僕はまあ普通のコースでその圧雪をこう急角度で入るというか、あのスピードをつけてスッと入って、はい、で、あの雪面が近いみたいなのをやってみましょうか。はい、お願いします。はい、じゃあ俺たちはメローの波探しに。あ、いい、最高。そっちはビッグウェーブだ。はい、はい、よし、はい、速い波やってみましょう、僕たちは。はい、浜瀬君とのね、1本目、2日目、1本目チェイサーハイパフォーマンス乗ってます。よし、じゃあ体も温まってるってことで、小さい波ですけれどもキレキレで行きたいなと思います。よし、じゃあ行こう。前後のノーズからのエッジ十分理解しているようなあの滑りですね。状態も非常に安定してる。すごいな、やっぱり一個のね横乗りでこう極めた人ってこうクロストレーニングっていうかクロスできるんですね。半端じゃないです。いいものを見させていただきました。はい、甘くない？いい、やばい。通体のなんかランプついてる。はい、そう、
昨日ね、プーサイド怖そうだったの。おい一回休憩しようか。いえいい波、朝一ね、ワンセッション、ありがとうございました。イエーイ最高。いや、すっかり降ってきました。ね、今日最終日というか明日が最終日ですけれども、今日は落ち着いてできる最後の日ということで、みんな仕上げみたいな時間を過ごしました。朝はね、さっき言った通り非常にいいライン、雪も走ったし視界もすっごく良かった。でそういう中で僕とね、小村さんとそれぞれ分かれて滑ったんですけれども、その中でね、僕らのラインのところトレースするようにね、来ることで、同じ波に乗ってもらうようなことを体験してもらいました。で何回もこう振り返るんですけれども、振り返った時のね、体勢の軸でエッジの前足よりも前とか後ろっていうことをこう今回のね、旅の中で散々お話したんですけれども、そういうのをね、もう2日目にしてもう体得してますね。でアンヌプリね、非常に今回はゲレンデメインですし、非常にいいコンディションでした。その中なんでね、導入も非常に良かったんだけれども、さすがだなと思ったあの2日間でありました。これがね、波もそうだと思いますけれども、こういうことが始まりなんで、ここからね、積み重ねていって、バックカントリーのパウダー、それから春の雪の登山、こういうこともね、一緒になってできていったらいいなっていうふうに感じたあの旅でした。でね、来てくれて本当に嬉しいよね。湘南はね、僕は行ったり来たりしてますけれど、なかなかニセコのね、ここに他の地から、特に関東から来るってなかなか大変かと思うんで、でも来るとね、たった2泊3泊でも、もうね、何倍もじゃないですけれども、とてもいいスノーボード体験できるかと思うんで、ぜひ時間をね、見つけてニセコの方にいらしてください。お願いいたします。お待ちしています。楽しかったなっていう人はぜひいいね、そして高評価、低評価でもいいです。アクションしてくれるととても嬉しいです。励みになります。またリアルでね、自分たちこう YouTube 頑張ってますけれども、スノーボードを通じてリアルな体験をね、こうすることを目的でこういう風にやってます。ぜひね、雪山、自然の中でジョインできることを楽しみにしてます。ぜひニセコパウダーカンパニーよろしくお願いします。じゃあもうね、いよいよね、もう最後の滑りになりました。さあ今回ね、いろんないいコンディションから朝から滑ってきて、2人がね、かなり上達しました。なんでね、今回ちょっと2人後ろにつかせてもらって、それで2人の滑り撮りたいなと思います。で次回ね、また来た時もこの続きとして、今回の中でもすごい上達した映像を今から撮れると思うんですけれども、それよりも今回の映像がまたその次回っていうことでね、どんどんレベルアップ、しょっぱいだろうからね、あれですけども、そんなのもお届けしたいと思います。ピオさんのね、滑り、ホイドルしています。すごい、ピロタスピードがやばい。じゃあ開花行きましょうか。行ってきます。
い。いや。うふう。いや。最高。ありがとうございました。最高。ありがとう。ありがとうございます。いや、いいもん見せていただきました。昨日、おとといですよ、夕方ここでね。ここで、もうスノーボーダーになっちゃいました、海君は。浜瀬海。サーフィンレッスン、サーフィンスクールっていうんですか、はい、サーフィンスクールやってる、はい、ね、やってるからすごい忙しくこれからしますからね、はい、ね、いいんですか、一般も申し込んで、はい、一般の人もぜひ、ね、ぜひ、はい、あ、そうですか、はい、じゃあ平塚でね、あ、特別レッスンやってるからなかなか受けられないかもしれないですよだけどね、ぜひアクセスしてみてください、はい、原点最高でした。あ、ありがとうございます。乗りやすかったです。はい、最高、よろしくお願いします。はい、ヒロタンも今日今回ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ヒロタ先生ね、今回もう一昨日でしたよね、ここでね、はい、やり始めて、はい、この斜面自体がもう波のドロップインだっていうところから始まったんですけれども、さっきのライディング見てくれましたかね、やばいでしょ、もう教え方が本当に上手だから、ありがとうございます、そう言っていただいて嬉しいです、はい、初めての北海道がすごくいい思い出、あ、嬉しいです、そう言っていただいて、はい、またね、湘南でもそうですし、ニセコは出てきてくださいね、はい、また来たいです、はい、何よりもね、今回の映像にはあんま映ってませんけれども、小林恵理子先生があってのやっぱ私たちこうつながれたんで、彼女も非常に感謝です。これからこういうコミュニティも大事にしながらね、サーフィンとスノーボードつないで、海と雪山つないでいきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。